ブローラーのお時間になりました。本日のテーマ、今年は日数が少ないウルウ年、29日までということで、どうですか。今月は早い。30、31があればあと2日あるんですけど、いや今年の2月は29で今日で終わりですから、クソ早いですよね。なんか2日ないぐらいなんですけど、なんかすごい早く感じますよね、29だと。で、まあ、オリンピックもね、パリでやるんですけども、なんか東京オリンピックは2年前ぐらいにやったと思うんですよね、コロナでずれてみたいな話でね。だからなんか今年のパリオリンピックはなんか違和感しかないですね。あれ4年に一度だけど、なんかあれこの前東京オリンピックじゃなかったっけみたいな早いなみたいな、なんかすごい東京オリンピックパリ感が超早いなんか感じですね。で、まあパリオリンピックね、僕はあの東京オリンピックもちょっと見てましたけど、まあもともと僕スポーツの卓球やってたので、まあやっぱ見ちゃいますよね。自分がスポーツずっと小学3年ぐらいから大学までやりましたので、まあもう引退してからもう20年以上経ちますけど、それでもやっぱまあ興味はありますよね、見てしまいますよね。で、去年はね、中国勢倒して、混合ダブルスでね、オリンピックで優勝するっていうね、水谷選手と、出てきましたけども、水谷選手も引退したか。水谷選手は実は青森山田高校で、まあ、僕も青森山田高校行ってたんですけど、そう、あ、水谷選手は僕の後輩ですって言ってもいいかな、わかんないけど。まあでも僕1年しかいなかったんでね、まあ、正式には言えないですけどね。僕は挫折して他の高校で編入したんで、あまりにも日本一の練習が厳しすぎて僕には耐えられなかったですね。で、いや転校しちゃったんですけど、まあまあまあそういうこともあってね、なんか一応、まあ、水谷選手もオリンピックで金メダル取った水谷選手も青森山田ですから、なんかすごいなんか親近感湧きますよね、勝手に。そう、で、まあまあまあ、でブログで書いたのは、なんかその物の見方なんですよね。僕もその現役を引退しても20年以上経ちますし、まあそこまで僕はその全国で活躍するような選手ではなかったですけど、まあずっとやってましたんで、まあ当時その卓球の試合とか見てると、なんか技術を盗むとかね、なんか自分の技術のプレーにこう生かすためにこう見たりとかしてたんですけども、今なんかはね、別にもうプレイヤーとしてやってないですから、別に見方が変わってその応援みたいな見方ですよね。だから昔はそのなんか箱根駅伝とかもずっとやってるじゃないですか。で、箱根駅伝って正月でクソ寒い時期にやってて、なんかあのクソ寒い時期になんか街頭でみんな応援してるのをやってるじゃないですか。で、なんでこんなクソ寒い時にこう応援みんなするんだろうと思ってたんですけども、なんかね、年を重ねて、それの気持ちがわかるようになりました。なんかその応援するっていうことが、なんか人生の一つのその楽しみ。なんか今まではプレイヤーとしての楽しみがあったんだけども、年を取るとこの応援するっていう楽しみもあるんだなっていう、応援する価値楽しみっていうのがあるんだなっていうのが気づけたかなっていうところですね。で、ブログでまとめたのは、要はそのなんだろうな、あの受け取り方というかね、価値の変化みたいな感じですね。だから1の情報を取ってるんだけど、その価値をどう受け取るかなんですよ。だからまあ例えばさっきの言った段だったら、その今まではこういう価値、選手としてプレイヤーとしてやってた時は同じものを見たとしてもこういう価値の受け取り方、ただ現役を引退したことによって、そのなんだろうな、あの違う情報、違うなんか価値の受け取り方ですよね。なんか頑張れ、おっしゃーみたいな、なんかね、もう自分が選手としてやってないんだけども、だからその変化、同じものでも価値って変化するんですよ。で、例えば、まあ、最後、まあ、ブログで書いたのが、まあ、今度ね、僕、3月10日セミナーするんですけど、そのセミナーをやるっていう情報を聞くじゃないですか。で、聞いたとしても、その受け取り方によって価値が変動するんですよね。例えば A さんは、セミナーに参加しただけで、何が、どうなるんですかみたいな受け取り方。じゃあ、その価値って、多分少ないですよね。もはや価値がないですよね。僕がセミナーをやりますって言ったところで、それを聞いて価値は全くないんですよ。だけど、
鷲津さんですよね、今回ゲストスピーカーで参加してお話し登壇してくれる鷲津さんは当時、まあ、1億稼ぐマスターマインドセミナー1の時にね、僕が東京でセミナーやりますってそういう話を聞いた時、鷲津さんがおセミナーやるのか、もう行くしかないっつってね、もう価値をめちゃめちゃ感じたんですよね。でまあこれね、なんか動画、奥様とね、その当時のやり合いの動画もあるんですけど、その時になんか言ってくれてましたけど、まあ東京じゃなくてもその韓国とかぐらいだったら行ってたよねみたいな話をしてて、要は韓国でも行く価値が鷲津さんにはあったんですよ。わかります？ここが結構すごく重要なポイントで、まあわかりづらいんですけど、 A さんはまあその情報を聞いたとしてもふーんみたいな、価値を感じ取れないんですよ。だけど鷲津さんはめちゃめちゃ価値を感じたんですよね。わかります？同じ情報なんですよ、セミナーやりますっていうだからその価値の変化、価値の受け取り方次第で、全然この違ってくるよっていうお話をしましたね。でもね、これ結構大事ですね。どういう価値を受け取れるのかっていう。そもそも特にコンテンツビジネスなんか価値をこう提供していかないといけないので、価値を提供していかないといけないんだけど、その価値を理解してない、価値を受け取れなければ、こう価値どうやって提供するんですかみたいな話で。価値が受け取れない人間です。だけど価値を提供するって難しくないですか？例えばね、セミナーでその体験して価値を感じたとするね。例えば僕の事例だったら、よく言いますけど、そう、堀江さんか。堀江さんの講演鹿児島でやっていて、僕、まあ、VIP 席で参加したんですよ。3万払ってね。3万払っても VIP 席でね、体験してきたんですけど、もうめちゃくちゃ体験価値あるわけですよ。で、その話も一生使えるしね。そんなの聞いて意味あんのみたいな。質問コーナーで堀江さんに質問したらね、そんなの聞いて意味あんのって言われて、まあ、その体験価値っていうのは、もういろんな切り口を変えてね、ずっと言っていくと思いますけど、一生使えるんですよ。だからその話が何かの価値、受け取る人にとってはね、なんかいろんな価値の受け取り方があるんじゃないかなと思うんですよね。で、その話を提供できるんですよ、僕は。体験してるんで。でも、これ体験してなかったら、ただ YouTube で見る堀江さん、テレビで見る堀江さんで終わりですよね。でも僕は生で見たんですよ。で、生で質問したんですよ。で、生で堀江さんに、卓上からね、上からね、鋭い目線でね、そんなの聞いて意味あんのみたいなね。もう一生使いますけどね。これ一生忘れないですからね。僕の体験価値としてはめちゃめちゃ良かったなっていう。3万っていうのは高かったけども、体験価値としては一生なんで、あと何年ある？まあ、100年まで、100歳まで僕が生きたとしたら、100歳まで別に使おうと思えば使えるから、なんだ、60年ぐらい使いますね。死ぬ間際もね、いやー死ぬ意味ってあんのかなみたいなね。そう。もうずっと使えますよね。もう刻まれてますよ、心に。一生忘れないですね。だからね、僕はね、その時はだって会場中失笑しても、顔が赤くなってね、すげえ恥ずかしかったですもん。だからそれも体験価値ですよね。恥ずかしかったっていう体験価値ですよ。もうみんな失笑ですよね。そんなの聞いてみやんのってみんな失笑するっていう。で、僕もね、頭真っ白になって、いや、よく覚えてないですけど、そこら辺は。なんかあだこうだ言ったんですけど、そんなの聞いて意味あんのみたいな。会場失笑して、恥ずかしかったっていうね。まあ、今となっては、その恥ずかしかったっていうのはいい思い出ですよね。でもそれやっぱ体験しないと、なんか記憶に残んないですよね。なんで、まあ結論はセミナーに参加しろみたいな話なんですけど。まあ、あとね、これもね、動画でバンバン言っていくと思うんですけど、今回その、福岡でセミナーやります。あと東京でセミナーを予定してるんですけど、この2公演終わったらもう当分セミナーやんないです。もうやらない。もう正直やりたくないんですよ、セミナーは。正直。だけどやるんですよ。で、なんでやるかっていうと、去年やるって言ってやらなかったんで、それは良くないな、つってやるんですけど、まあ、今回、その、福岡と東京やりきったらもうやったんで、もう自分の中で納得できるんで、もうやらないです。当分、セミナーは。もう僕に会いたいんだったら鹿児島まで来いみたいな話ですよね。なんか鹿児島合宿とかちょっとやるかもしれないですけど、会いたいんだったら来てくださいみたいなね。鹿児島まで来いみたいなね。だから基本もう今回のセミナー、やったらもう当分、リアルセミナーはやらないので、まあ、名前を下には、を見れるのはもう
当分ないですよ。まあまあ、鹿児島まで来てくれればね、それは会えますけどね。そんな感じかな。はい。まあ、ということで、今日で終わりですけど、あっという間にね、やっぱ人生終わっちゃいますので、まあ僕もね、まあ今回セミナーやって、まあ当分またやんないと思いますので、まあ僕に直接会える機会も、まあ会いたいっていう人はね、どれだけいるかわかんないですけど、まあぜひ生で体験していただくといいんじゃないかなと思います。はい。では終わります。ご視聴ありがとうございました。